ははい皆さんこんこにちは村長です今日は音楽動画を作る時に歌詞のテロップ画面下などに入れると思うんですけれどもこれを効率よく入れる方法などをお話ししてみたいと思います。村長ミュージックスタジオ 今回はソースネクストから発売されてますこれは画面にある文字それはグラフィックでもどちらでもいいわけですけれどもそれをテキストにできる便利なソフトです特にカバー曲のカラオケなどを作ろうと思うとウェブ上のテキストなどを文字にするというのはなかなか簡単ではありません でも、この瞬間テキストというソフトは、一発でそれができるようになります。今、画面にこのように歌詞があります。この歌詞をうまくテキスト化してみます。この瞬間テキストを立ち上げますと、このようにカーソルで範囲を選択できるモードになります。このように固形で囲みます。はい、そうすると、こちらの方にテキストとして、 入ってくるわけですもちろんこうなると編集もできます僕の場合はこっから「保存」というのもできるんですけれども「保存」というのを選んでみるとこのソフトの場合はこのテキストファイルの種類というのが選択できませんですからここではこれをコピーしまして Windows の場合メモ帳を利用しますここに 貼り付けますそしてこれをファイルから名前をつけて保存とそしてまあ今僕はダウンロードというフォルダーの中に字幕というのを作りましてそしてここにまあファイル名が書いてありますけれどもちょっとテストにあったものですファイル名は自由につけていいと思うんですが文字コードを僕の場合は後で編集する ソフトウェアが Vegas というソフトウェアで編集することが多いです字幕を扱えるソフトというのはまあ、それなりにいくつかありますし無料のソフトでも字幕ファイルというものを扱えるソフトもたくさんあります、えー、ここで UTF8 ですねまあ、今ではまあ世界標準的な形になりましたこういう文字コードを 僕はこれででないとですね、日本語シフトジスとかジスコードとかまあそういういろいろあるんですが、まあ、多分大方は UTF-8 ですねこれがいいんじゃないかなとあまり詳しい知識はないんですけれどもそう思っていますそれでここに保存をしますはいこういうようなテキストファイルが出来上がりました今度は Vegas のソフトですここに、本来なら、 サンプルのもっとしっかりしたものを作ったらいいんでしょうが今字だけのこういうそうですね5分ぐらいのファイルを作ってありますはいこれも映像でも何でもいいんですけれどもまあ音楽のファイルを作るのにここに画面の下の方に文字を入れたいと思いますその場合ここからは Vegas の場合ということになるんですけれども挿入から ファイルから字幕をを挿入というのを選びます。そしてこのプリセットというのがいわゆるテンプレートです。画面に字幕とこう書いたのがありますが僕は初めに真ん中の下の方にある一定のサイズで文字が入るように作ってあります。これをこのようにしてこう選び直すこともできます。そしてこの状態で参照しまして先ほど保存しました ダウンロードの中にある字幕の中の保存した。このファイルを読み込みます。はい。そうすると、ベガスの場合は、このように。文字がブロックになって。 ちゃんとこのように歌詞が表示されています。ここからは僕のマルフィテクニックです。まあ、これで1曲分あるということは、ざっくりこの動画の長さに合わさないといけないわけですね。一番単純な方法はですね、リップルと言いまして、文字などを動かすと、このようにそっから後ろも同時にこのように動いて、 歌詞をちょうどいいところに持っていくというこういうやり方がオーソドックスなやり方だと思うんですがもっと便利なことをやります。これは尊重流というやつです。まずこの全ての歌詞を全部選択してそしてグループにしておきます。 グループにしたら、これ一個になるわけですから。それで。この。お尻を持って。これも、いろんな動画編集ソフトが対応していると思うんですが。いわゆるタイムストレッチというか。このベガスの場合は、コントロールキーを押すと。このままずっと伸ばせます。はい。このように、ざっくりの長さが。合いましたら。これをもう一度。 グループを解除してですね。そして、まあ、本当に微妙なところだけを直していく。こうすると、もう一曲分がこんなに簡単に合わすことができるようになります。そして、今文字がちょっと小さめですよね。まあ、こういうのもソフトには便利な機能がありまして、まず一つ選択しますね。 そしして、て、まあ、カラーもつけてみましょう。このように今白のテキストですが黄色のテキストに変えてみましょう変えれましたよねそしてサイズを変更してみましょうはいサイズも大きくなりましたこの変更ができましたら上のプリセットのところを 字幕、黄色、こんな適当な名前を付けます。そして、今度はこのトラックを一旦削除します。ファイルから字幕を挿入ということで、字幕の黄色というのを選択し、先ほどと同じように、 ダウンロードのホルダーにある字幕を読み込んできます。はい。面倒でもこのように、ベガスの場合は、ということですが、こうしてグループに、 ししましてそしてそのグループをタイムストレッチで伸ばすそしてグループをもう一度解除するこのやり方が一番手っ取り早く文字の大きさやカラーを全て統一するというのはこの方法が一番便利です。各 動画編集ソフトによってもっと便利な使い方もあると思いますけれども一つの事例としてテロップ入れをウェブの歌詞サイトなどからうまく取り込んでくるような便利な方法を解説させていただきました。村長でした。